人、物、金をテキサスへ CCIM のループです。今回は CB Insights の記事、ウォールマート、成長機会は店の外へ EC、広告、強化の中からお話しさせていただきます。ウォールマートといえば、小売業界で世界最大手です。24カ国に 1>, 1万500店余りを展開しています。その売上高は年5000億ドル以上、まあ日本円にすると約68兆円を越しているんですね。こういった実店舗を通じて日用品を広く低価格で販売するエブリデーループライス （EDLP） これを掲げて成長を続けてきましたが。 まあここ最近は e コマース、まあ、EC や自動配送といった店舗以外の分野で投資や提携を強化しています。ウォールマートは EC の物流を迅速かつ効率化するテクノロジーを重視しています。特に2021年以降、まあ、力を入れるのが自動配送です。2021年、 自動運転技術のクルーズオートメーションに2度にわたって出資しました他にはフォードモーターズとかあと自動運転技術のアルゴ AI との提携を発表しここテキサス州のオースティンそしてフロリダ州のマイアミワシントン DC で自動配送サービスを開始しました2021年末には ガティックの自動運転トラックを使ってテキサス州のお隣アーカンソー州の配送センターと店舗を結ぶルートで運転手を同乗させずに完全自動配送すると発表しました昨今この非接触の配達に対する関心が高まっているということを受けてドローンテックへの投資も増やしています 2020年、ドローンアップと組んで、ラスベガスとニューヨークで自宅用の,、えーまあ、の新型コロナウイルス検査キットの配送をしました。2021年6月、まあ、ドローンアップの少数株を取得すると、えーまあ、11月には提携を発表して、まあ、複数地域でドローンでの 商用配達を始めました。他には、この広告ネットワークの構築に力を入れています。2021年1月、メディア事業の名称をウォールマート t c o n n と名称変更しました。消費財メーカーなどと取引先が広告プラットフォームを使って ウォ、まあ、ールマートの顧客に対する配送、これを機能的にするという趣旨なんですね。ウ、ま、ォ、あ、ールマートは他に EC の品揃えを速やかに拡充するために、この2年間で、えーまあ、数社と提携しています。例えば、医療品の大手、まあ、ギャップであるとか、まあ、有名なネットフリックス、 まあそこらと提携して、通販サイト、ウォールマートドットコムにブランドや商品を追加しています。ウォルマートはまあ買収や提携を活用し、新たなデジタル販売プラットフォームを試したり、あるいはオンラインで独自のこの買い物体験を提供したりしています。 そして、ライブコマースにも乗り出しています。ここ2年で Facebook、TikTok、Twitter、YouTube、これらの各 SNS やライブコマースを手掛けるスタートアップのトークショップライブ、そこと共同でライブ配信をして、ショッピング,ピングセンターですね、ショッピングイベント、 これを開催していますねこのようにウォールバートは自動配送あるいはデジタル広告テックそれに EC の品ぞえを拡充するあるいはこの EC の販売政策それに加えてフルフィルメントと配達テックあとは医療へのアクセスそういった6つの まあ重要戦略の下で、買収、出資、提携を強化しています。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録、よろしくお願いします。